こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。えー、オーストラリアアマゾンね、えー、始まって、もうすぐ半年ね、経ちますけど、そろそろね、えー、取引件数が、ま、月間50件超えてる人と、ま、あそうでない人の差が出てきています。ね、用意どの時はね、みんな初心者なんで、ま、えー、関係なかったですけど、今はやっぱり、えー、50件クリアしてる人が優先して、 売れる。ま、逆に言うとアメリカと同じように、50件クリアしてない人は、あまり売れないようになっているというのがね、カート取得で確認できたんで、まあ、それについてシェアします。ある商品のね、カート取得金額が、え、自己発送で9ドル90セント、プラス送料が9ドル50セントっていうのがカートが取れてます。で、このね、カート取ってる人、評価見ると44ついてると。 で、これ、評価そのものを取ると言ってんじゃなくて、評価をね、いい評価を取ってるってことは、問題ない取引をたくさんしてるということでね、え m a z o n が、まあ優先的に売らせようと。まあ比較して、まあ普通のね、始めたての出品者と、まあ取引たくさんして、問題ない出品者がいたら、取引たくさんしてるえ出品者に売らせようというのがね、えシステムにも組まれてます。で、そんなわけで、この方は、9ドル90セントと、 9ドル50セントですから、えー、19ドル40セント、ね、で、えー、販売してます。で、この商品、一番安く売ってる人は9ドル89セント。ね、ほぼ半値近くで売ってますけど、始めたばかりで、えー、まだ、えー、カート取れてません、ね。こんだけ安くても売れないですね。で、えー、この方そもそも1ページ目に出てこないです。ね。 えー、2ページ目になってやっと出てくる出品者ですけどただ、えー、評価なんかを見ると、まあ、この方以外は、ねえー、月間50件クリアしてないだろうなと、ねえー、だから、えー、この人だけは売れてるという状態になってます、まあ、まだね、えー、FBA がほとんどいないんで FBA 入れればまあ売れますけど、まあ、逆に FBA 同士の、ね、競争になってきた時も同じことが起こりますんで、まあ、アメリカと同じようにね、まあ 赤字覚悟でというかね、オーストラリアは赤字まで行かなくてもね、儲かなくてもいいやということであればね、売れる商品はどんどん見つかりますんで、とりあえず50件クリアするまでは商品を売っていくというのをね、優先しとく時期が来たかなという感じですね。またカート取得と,とかね、どんな商品を売ればいいか等についてはお気軽にご質問ください。以上、天場アカデミー堀秀夫でした。